ショールーム配信。いつもファンクラブ配信ばっかりやからね。全然。最近8メンバーの卒業多いですね。あーね、そうですよね。緊張してる、緊張してる。お申し込みしたよ、ありがとうございます。嬉しい。そう、お話し会、オンラインお話し会は1年ぶりになるので、だからみんなとお話しできるのとか、直接こうできるのとかが久しぶりやから、そう元気そうで安心しました。ありがとう、元気ですよ。ぜひぜひ。18日のお昼購入済み、嬉しい。1日目ですね、楽しみにしてます。はい、久しぶりに会えた、嬉しい、そう言ってくれて。お話し会申し込むと思います。お、ぜひ、楽しみにしてますね、嬉しい。そうだから久しぶりに話せるから、そう、しかもオンラインお話し会やからさ、みんなもお家からとかさ、まあ、出先やったら車から、そう、オンラインお話し会参加してくれる方もいてくれたりとか、そう、外で、そう、ちょっとなんか人影の少ないところからお話し会参加してくださったりとかしてくださるので、そう、気楽に、そう、あれかなってできる感じがやっぱオンラインお話し会のいいところだと思うし、ぜひみんなとね、お話しできるのを楽しみにしてますね。主演舞台お疲れ様、すごい感動した、ありがとう、来てくれて、そう言ってもらえてよかったです、ありがとう。また近々お知らせできることもあるので、もうちょっと待っててください。どんなお話するか、そうやな、でもたわいもない話してくださる方もおられたりとか、あとは普通に舞台とか、なんかそのなんか出てた作品の感想とか教えてくださったりとかかな、あとは質問されたりとか、そういう感じが多いかな。うん、多分。花粉症はいかがですか。花粉症はそこそこ、でも意外と大丈夫かも。うん、たわいもない話しちゃう人ですってことやな、確かにでもそれが楽しいし嬉しいですよね。なんかみんなのさ、そういうなんかたわいもない話ってこういう時でしか聞けへんし、なんかその人のことを知れるというか、だからすごく嬉しいなって思います。京都は水道水まずい、え、まずいって思ったことないねんけど、うん でもなんか今喉がゴロゴロする。一枠だと足りないので二枠三枠の購入をおすすめします確かにそうですよね。なんか1分の枠なんですけど、なんかお話し会、普通の握手会とかやと10秒やから、なんか1分って聞くとさ、その6倍やから結構やばそうって思うけど、そう、うん、めっちゃあっという間よね、オンラインお話し会って。確かに。えへん虫、あ、言うよね。分は早すぎる早い。だからぜひ皆さん、お話できるの楽しみにしてるので来てください。はい、今週土日気のせいですか、ね、わかんない。でも水道水はあんま飲まないからわかんないですね。うん、そう、うん、結構引っかかってるね、思った、引っかかってる。まず一枠購入ありがとう。ぜひお話してみようかなって方は、左上のバナーに貼ってるので、ぜひよかったらお待ちしてます。
たくさん話したいときは連続で撮りたくなる確かに連続で撮ってくださる方と意外とこまごまとピッピッピッってやってくださる方と分かれるイメージ。うん、そう、まとめ出しはできるか。まとめ出しはできまとめ出しっていう言い方かわからんけど、連続で撮ることはできる。でもその間に10秒は空きますね。オンラインはやり方難しい。オンライン今回のはポイントを買ってそれで枠を買うんですけど、当日はもうその画面を映しとけば大丈夫だと思いますけどね。うん、連続で購入した、ありがとう。ヒップンって難しい。普通に発散すと途中で終わっちゃう。ああ、まあ確かにね、時間指定で購入。そうだから、この時間がいいって方は早めに、そう、その枠を取っていただいた方があれかなとは思います。でも時間が押すことがないから安心ですよね。うん、今後なおちゃんと握手はできるのだろうか。あ、そういうのは多分しないですね、もう。はい、会ってイベントかなとか、もうね、アイドルは卒業してるので、そういうのは多分もうすることはないと思います。はい、配分めっちゃ難しいあ、話す内容ってことかな。確かに、うーん、オンラインは、オンライン羽は、バレ、あ、粘れないよねか。オンラインは粘れないよね。あ、確かにね。だからそう、押すことがない。バスツアーみたいなことはやる？なんかその案もあったけど、それはね、結構ファンクラブとかでも話してるんですけど、まあ、リアルな話、一人一人がさ、お客さんとしての立場になった時に、一人一人の値段がやっぱバスツアーになると高いから、値段が、私はそれがすごく嫌だなと思ってて、安くできるんだったらするけど、したいけど、値段が張るならしたくないとは言ってます。そう、マネージャーさんと話してたりはする、そういう話は。そうだから、なんか、あんまね、値段が張ると、って思っちゃうからさ、あんまりなんか、めっちゃプラスには思ってないかも。やろうみたいな、やりたいやりたいみたいな。うん、ディナーショーも難しいかな。ディナーショーだったらイベントの方がいいかなって思っちゃうのは私的にあるんですけど、ディナーショーになるとやっぱご飯代とかも出てくるじゃないですか。そしたら一人の値段が高くなるし、なんかそれってやっぱご飯代は別に出したくないって方もいるのかなって私は思うから、そこに、そうだったら普通のイベントかなみたいな。一回なんかね、そういう案もあったんですけど、その一人の単、なんかね、値段感が上がるのが、みんなの価値観的にさ、そのご飯代にかけ、それはいいわって思う人もいるのかなとかも思っちゃうから、なんかあんまり、個人的にはあんまりしたいってそういうふうには思わない。内容的には楽しそうやなとは思うけど、なんかそういうの、みんなのことを考えるとどうなんだろうなって、それってと思っちゃうから、そういうふうに思ってるからあんまり、って感じかも。そう、ね、それは全然いいよっていう人もいたりさ、でもそれはちょっとなって思う人もいるかもしれんから、やったらなって思っちゃう。そんな感じ。でもバーベキューとかしたいですみんなでバーベキューバーベキューしたい。
と餃子好きやから餃子パーティーそういうのはしたい。でも絶対できることってなかなかできないから多分厳しい。うん、そう、ファンのために考えてくれて嬉しい。うん、よかったです。でもね、自分ならって思っちゃうから、自分がなんやろ、みんなの立場だったらどう思うんだろうとかなんか思った時にうーんって思っちゃうから、そうって感じかな。せめてマスク外して話した。あー、まあね、それはもうね、時期を待つしかなので、ね、でもマスク外して話したいっていう言うならばあれですね、18日19日にあれなんですよ、オンラインお話し会あるんですよね。マスク外してお話できちゃいます。はいはい、できちゃいますね。お家からでもできますし、オンラインお話し会っていうのは外出先とかでもできますし、なんかちょっとね、みんなに迷惑かけない場所でさっとできちゃうんで、車の中とか、はあ、あるんですよね。1年ぶりのオンラインお話し会なので、まあ、なかなかすることのないオンラインお話し会、ぜひよ、宣伝上手ってきてるぜひぜひ、気になる方は左上のバナーからぜひタッチしてみてください。はいお待ちしてますお、よかった。なんか変なコメント流れてくるんだけどこの人はどういうお気持ちで今でも弾き語りできる自信あります？ない、ピアノ弾いてない。うん、生写真はつかないよね。生写真欲しい方がいるならばあれなんですよね、ファンクラブ内で生写真販売をしてるんですよね。はい、ちなみに今回の生写真販売っていうのは、あの卓上カレンダー出したんですけども、そのアザーカットたちがいろいろと30種類ほどかな、アザーカットたち、もうカレンダーってあれじゃないですか、もうね、絞りに絞ったやつがカレンダーになるわけやから、その溢れ出たでも良いよねっていう写真たちが生写真になってるんですよ。そう、それがね、ファンクラブ内で販売してまして、はい、ぜひぜひ。はい、アザーカットめっちゃいいよね。うん、確かに。そう、今回は浴衣の写真と黄色いワンピースの生写真が今ファンクラブ内で販売されててうん、そう、うん、アザーカットっていう、うん、そうそう、言うの、買うの忘れてた、買ってきます。お、ぜひ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 。なんかね、ギフトとか投げてくださってるけど、本当全然大丈夫ですからね。なんかそれでなんか好きなもんとか食べて、もったいない、ありがとね。好きな写真選べる、そうそうやねん、卒業旅行の写真たちが並んでるやん、あの廊下にボボボボボって、ね、これ欲しいな、これ欲しいなみたいな、そういうタイプです。だから好きな写真だけを選んで買えるし、セットとかじゃないから、そう、自分の欲しい写真だけをセレクトしてできるっていう、めっちゃ良い仕組みです。懐かしい、懐かしく感じるよね。チラってきてる、チラ。なんかさ、横画面のファンクラブが縦画面の配信画面なんですよ、インスタライブみたいな感じだからね、ショールームが横やから、すごくなんか新鮮な気持ち慣れて怖いですね、もともとはショールームでめっちゃ配信してたのに。
まずはね、今週の土日にお話し会があるので、ぜひお待ちしてます。うん、そう、ね、やばいよね、2時間配信してた時ね、やばいよね、何話してんの何話してたん、すごいよね。でもそのおかげでみんなと出会えたからね。そう、確かに22時の女ってそう、22時に配信してたから、そうやったな。うんうん、わお、みんなのアイドルだと言ってたよね、もう恥ずかしくて鳥肌もん A ショールームきっかけで好きになったよって、ありがとう、よかった。だから本当にそれは思うから、あの時配信しててよかったなってすごく思う。でそういう方々がまだ応援してくださってたりさするわけやから、本当にショールームあの時しててよかったなって思う、本当に。うん、久しぶりにみんなのアイドルみたい、しませんよ、絶対に絶対にしませんよ。アイドルの時の握手会の脳にキュンキュンしてましたやんてほんまほんま、やっとキュンキュンやって、そんなそんなキャラじゃないのにやった。待って待って、ってことは今は全くしないってことですよね。それはもうそれか、今思えば数年前 AKB のジャケットサインでなおちゃんからサインもらいました。置いてくれてる、嬉しい、覚えてくれてて嬉しい、ありがとう。懐かしいね、そういうのが。久しぶりですよって、久しぶり、元気、オンラインお話し会するよ、ぜひオンラインお話し会するよ。そう、インスタの DM とか返せへんけど読んでるよ、お話できるんですかって送ってくれてたよね、覚えてます覚えてます、あるよ、左上バナーに貼ってます、ぜひぜひ。京都のオーディションの時から知ってるの、本当にびっくり、びっくりや、そんな嬉しい。あ、左こっちの、こっちか、みんな嬉しいな、なんか久しぶりに見るお名前の方も元気なんやって思えるからね、なんか嬉しいよねなんかね、名前とか覚えてるけどさ最近見ひんなとか、うん思っててさ、でもこっちからは会えへんわけやん、そう、あ、元気にしてはんのかなって思っても、そう、どこに貼るかもわからんし、だからすごいこうやって久しぶりに名前見てコメントとかしてくれたったら、まあ DM とかもそうですけど送ってくださってると、ああ元気にしてくれたはるんや、しかもまだ気にしね、かけてくれたはるんやと思ってすごい嬉しくなる。そう、あ、海老名公園感激しました、嬉しい、ありがとうございます、買いましたよ、マジで嬉しい、楽しみにしてます、やったやった、記憶力すごいね、ほんまにすごいかな、
でも一回覚えたら覚えるもん。忘れることはないよ。うん。うん。嬉しいな。お話できるの楽しみ。しかもさ、ショールームのさ、アバターもさ、みんなまだ使ってくれてるんやもんな。嬉しい。急いで書いてくれたんかな。申し訳な、それやったら。ありがとうございます。嬉しい。レモンアバター。そう、エビの遠かったけど行ってよかった。ありがとう、ありがとうございます。うん、帰る理由がない。ありがとう。東京に出てきてるのに今でも京都のイントネーションが変わってないのは嬉しいです。あー、ほんまに嬉しい。でもふとした時にこの間お母さんと電話してて、本当って言ってたんですよ。そしたら、はぁほんまって言うからさ、本当って言ってて、はぁってお母さんが言ってたはぁって本当って、はぁって言ってた。言っちゃう、なんかでもふとした時に。うん、わかるわーってきてるそう、本当って言っちゃう。うん、でもね、京都に帰るとあれよ、すごい関西食になるから。うん、うん、京都弁って聞くと落ち着くよな。落ち着くんかな。そう言ってもらえてたら嬉しいけど。でもね、結構関西弁は怖く聞こえられちゃう、感じられちゃうことが多いから、結構ね、うん、難しいと思う。うん、トピックスある。トピックスってどういう意味やったっけ。4月21日に映画の占いゲームが公開されるのと、あとは近々お知らせがあるよって感じですかね。そういう感じ。トピックス、今日は眠くないか。眠くないかも。確かに。のーちゃんのなんでやはドキッとします。なんでやってなんか詰められるって思うってことよくないやん、よくないやん。うん、お腹は空いてない。空いてない。夜ご飯食べたから。そう、うん、夜ご飯食べた、ちゃんと。そう、今日はお腹ならないそう、いつもね中途半端な時間に食べてるから、夜ご飯は配信終わりとか言っちゃうこと多いけど、そう、今日は食べてる。今でもしーちゃんのこと好き。好きですよ、しーちゃんとはね。でも先月かな、ご飯一緒に行かしてもらいました。嬉しかった。去年のクリスマスイベントで久々とのーちゃんとお話できて嬉しかった。嬉しかった。ありがとう。よかった、そう言ってもらえて。そういうのいらんねんとかも。え、何、そういうのいらんねんっていうのがドキッとすんのなんでなへえ、面白い。うん、何、僕あれ、仕事料理人になったんよ。え、本当に、すごい、すごい、食べてみたい。何料理作るの、すご。今でも関西メンバーと話したりする。さよなはね、会うよ、会ってご飯とか行ったりしてる。さよなは会うねうん、ななみちゃんはたまに連絡取るとか。
でも全然会ってない。すごいね、ほんまに。おめでとう、すごい。そんな感じ。ルカちゃん全然連絡取ってない。そう、さよなね結構連絡取ったりして、そう、ちょっとカフェだけ行こうとか、ご飯行こっかって急に行くこととかもある。和賀さんとの絡み面白かった。和賀さんね、そう、クリスマスバースデーイベントに、そうMC として出ていただいたんですけど、そうそうそうって感じ。再来月のコンサートロンも出演するの？わかんない。ミキさんとかはあったりしますか？全然お会いしてないです。でもたまに連絡取るとかぐらいですかね。連絡してくださって、なんかそれこそドラマとかの時に連絡してくださったりとか、なんかの時に連絡してくださるイメージ。お兄ちゃんです、ずっと。本当に優しい。和賀さんの元気な姿見る和賀さんね、本当にずっとお世話になってたから、すごい安心感がすごかった。そう、六本木クラス、そう、見てくれてはった。で、見たよとか連絡してくださったり。和生さんも昴生さんも本当に、お二人とも本当に本当に優しい本当にお兄ちゃんみたい。ずっと会えてなかったから報告遅くなってごめんねとかじゃない、逆に教えてくれてありがたいし、おめでとう、ほんまにすごいすごい、本当にすごいと思う。かっこいいと思う。ということで、もうちょっとで終わりますね。あと1分で時間になるので、はい、ということで、今週の18日と19日1対1のオンラインお話し会をします。1年ぶりで、久しぶりなので、ぜひ皆さんとお話しできるのを楽しみにしてます。楽しみ、嬉しい。何話そうかなね。ぜひぜひ、よかったら、はい、お話ししましょう。気軽に遊びに来てください。はい、ということで、22時になったので終わりたいと思います。ありがとうございました。みんなのね、お疲れの中、大事な時間に配信見てくれてありがとうね。ということで、またどっかで配信しますじゃあまたね、ありがとうございました。